こういったところの力を借りてですね、日本で書いても駆け足になれないかとは考えています。世界全体で技術を役立たせるような、そういうようなスキームを作れるかなとは、これからどんどん盛り上がるんじゃないかなと思います。何かこう公表できるところでこういった取り組みをしているですとかありますか？どこに今着目しているかというと、国内でいろいろとネドンさんとかいろんなプロジェクトを含めて実際にやっておりますし、検証自体はですね、自治体さんと一緒にやってたりしますね。例えばガマモーリッシュさんと協業の体制を敷いておりまして、ガマモーリッシュさんのは企業様から発生する CO2、 これを回収してガマモーリッシュをミカンにして、そちらに発生した CO2 を植物の CO2 吸収しますので、育成が非常に早まるといいますかという効果なんですよ。灯油を焚いて CO2 をミカンに与えてるっていうのがありまして、農家さんでは灯油を焚かなくてですっていうことで、地域全体としては半分 CO2 が減りますというような価値の検証などはさせていただきます。ああ、面白いですね。国内でもまあそういうような小さな検証をさせていただいてますけれども、日本は残念ながらですね、再生可能エネルギーが高くなってしまいますので、大規模な水素制度のプロジェクトみたいなのは日本ではなかなか難しいところがあるのかなと思います。なので水素を作るという事業によっては、国内で先進的な技術開発みたいなものは重要なんですけども、それを実際にスケールさせるときはヨーロッパ、アメリカ、中国、インド、そういったようなところが主流戦場になりますけれども、現時点でですね、日本企業はですね、法人を介しているところがありまして、海外拠点をいくつか持っておりますので、そういったところの力を借りてですね、日本で書いてる駆け足になれないかとは考えています。当然、こうした業界、海外の方が進んでおりますので、なかなか難しいところも多いんですけれども、少なくとも一つ、水素を作る技術っていうのは、どこの会社さんもそこは求めているところではありますので、挑戦していきたいなと思います。日本初のものづくりの技術を脱炭素の文脈で海外に展開していくというところですね、はい、海外の事業者とのコラボレーションとかもありそうですよね。スタートアップさんもそうですし、現地のエンジニアリング会社さんであったり、当然政府機関であったりとか補助金政策というようなのも戦略も必要になってきますので、現地のプロジェクトディベロッパーみたいな企業さんともやっていかなくちゃいけない。水素というのはですね、ヨーロッパやアメリカではメガトレンドにはなっていますので、大きい企業さんはすでに参入しているんですよ。なのでそこに我々日本から来ようとすると、真っ向勝負にはなかなか太刀打ちができないところなんですよ。となると海外の大手の企業さんがチャレンジしているところというのは、当然補助金等もいっぱい入っています。スピードとスケールが大きい。ただそこに全員が着目してたのに、取りこぼされている企業さんはそれなりに存在するんではないかと。そういったところを少しずつ埋めていって、世界全体で技術を役立たせるような、そういうようなスキームを作れるかなと思います。海外では特に欧州が水素がもう大きなトレンドになっていると。日本だとまだまだエネルギーのコストが高く、なかなか発展がこれからっていう状況だと。これから日本で水素の需要って増えてくるというふうに思われますでしょうか？非常に水素の需要は増えてくると思います。実際にですね、各企業さんのリリースも積極的に発表されておりますし、水素を作るという技術を持っている企業は我々だけじゃなくて、皆さんも非常に興味を持っている、日本国内だけで完結して成立させるのはエネルギーコストの問題がなかなか難しいというところで、いろんな形で現実的にあり得る水素の使い方みたいなのを日本もちゃんと模索はしておりますので、これからどんどん盛り上がるんじゃないかなと思います。そこの水素を作る装置の部分にセラミックの応用されたものが本社として技術として持っていらっしゃる。そうですね、いろんな技術がありまして、セラミックを使ったものだけではないんですけれども、セラミックを使ったものというのは非常に効率よく、使うエネルギーが少ない状態で水素を作ることができるという特色がありまして、我々はそれを提案しているものになります。時代あるいはこう環境の変化に応じて自社のサービスをどんどん変えてこられたインテナさんですけれども、大企業が変化に対応するってなかなか大変だと思うんですけれども、組織のカルチャーですとか、今実感されていらっしゃることを教えていただけますか？実際はですね、我々の会社はそれなりに歴史がある会社で、大きな基盤事業もありますので、いわゆる変化というところに関しては賛否ではないですけれども、いろんな意見があります。新規事業を作りなさい、事業構造を転換しなさいっていうのはもう必ず必要なこととして受け取られているというのが、他の企業様とは大きく違う条件なんだと思います。もし火がついてるそういう状況ですねいざとなった時にただ消えていくだけではなく、ちゃんと屋台骨を作っていきましょうというのは長年のミッションとして思っています。なるほど。その中でオープンイノベーションという形で、さまざまな企業と連携して市場を作っていく、サービスを作っていくというところがあると思いますけれども、どういった形でオープンイノベーションの取り組みというのが社内で広がりつつあるんでしょうか？我々技術者の集団ですので、新しいことを取り入れるというのは苦手な会社なんですね。だからこそ変えていくというところに、もう外の力が必要じゃないかという意見があってです
ですね、一部実験的にではあるんですけども、スタートアップと一緒にホープイノベーションをやるっていうのを10年15年ぐらい前に始まって、それが徐々に育っていってですね、一つオフィスを作るまでになっていく。大企業の方もどうやって組織を変えていけばいいのかとか、どうやって新しいサービスを作っていけばいいのかというふうに悩まれてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、見てる感じでは非常に参考になるのではないかなと思いました。ぜひ三寺さんが取り組んでいるオープンイノベーションの文脈の中ですね、ご関心ある方はですね、お問い合わせいただければと思うんですけれども、オープンイノベーションに絡んで CVC もそれ立ち上げてらっしゃるんですよね。そうですね、今年に入ってですね、地図の森というプロジェクトを始めまして、これはスタートアップの皆様と一緒に社会的な課題ですね、先ほどの水素で CO2 合成燃料であったりとか、そういったような社会的なソリューションを一緒に作り上げていきましょうというような理念で作られたものです。基本的には大きく CVC としてはスタートアップをどのように支援していくかという機能と、競争の場というような機能がありまして、私たちの愛知県の小牧市にですね、一つ拠点を持っているんですけども、そこの一角を使ってですね、年内にですね、オープンハードのような競争の場を作ろうと。でいろんな技術とかですね、社会的な提案の仕方みたいなところを一緒に作っていけたらなというふうに思ってまして、主にはスタートアップの皆さん、そういったような新しい価値を作っていこうというような活動を始めています。主に環境エネルギー脱炭素関連なんですか、あるいはそれ以外でもコラボレーションの可能性ってあるんですか。水素の森のミッションとしては環境エネルギー関連ですね。あと我々新規事業の領域としては次世代モビリティと通信コミュニケーション医療系っていうところがありますので、それが別のオープンイノベーションの仕組みとしてやられています。ジャンルごとにオープンイノベーションの仕組みがあるということで、はい、非常に面白いですね。水素の森の情報概要欄に貼っておりますので、ぜひ気軽にアクセスいただければと思います。やっぱり小牧市に行ける方は対象になるんですか。小牧市に来れない方々も一緒に価値を作っていけますかというのはオープンに議論させてもらえればと思います。三寺さんのコラボレーションしたいという方がいらっしゃれば、お気軽にお問い合わせいただければと思います。あとは採用の方も今行っていらっしゃるんです。そうですね、人材採用という意味では、我々今技術開発のフェーズから社会一歩提案していくという少し事業フェーズが変わっていく中にありますので、社内のですね、研究技術の人間が中心でやってきたんですけども、より大きく技術を見れる人間であったりだとか、まさにその社会とどうつながっていくか、先ほど少し課題に挙げました経済性をどう考えていくかみたいなところの人材といいますか、そういった方々と一緒にこれから働けたらなとは思っています。今ニテラさんは中途採用の方も比率としては増えてきていらっしゃるんですか。そうですね、いわゆる新卒の方がメインではあるんですけれども、特にこの新規事業開発関連ですね、エネルギー関係だけではなく他の分野も含めて、他の企業さんで経験を積まれた方が非常に増えておりまして、エキスパート採用というものですね、こちらの力は非常に重要なものだと思います。バックグラウンドが違う方が入って一緒に働くと、いろんなお互い発見とか刺激がありそうですよね。そうですね、他社様の経験、他社様の事業モデルみたいなものを経験された方であったりとか、ファンクション的なエキスパートですね、財務のスペシャリスト、法務のスペシャリストの方であったりとか、まあ、生産も非常に優秀ですので、新卒の方もいろんな専門性であったりとか、個人的な活動を含んだ経験、こういったものはどちらも大事で、チームを作れるかなと思います。こちらも概要欄にございますので、アクセスいただければと思います。それでは本日は日本特殊陶業のニテラさんのエネルギー事業本部エネルギー事業戦略室の渡辺様にお話をお伺いしました。渡辺さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。